名古屋市が全国の先頭を切って市民のための市政に踏み切ってほしいという過激な、タイトルをつけましたが、まあこれは名古屋市のゴミ問題なんですね。で、現在の名古屋市のゴミ問題は一般的によく全国の自治体で行われることなんですが、焼却炉を建て替えると、したがって一時的に生産能力が減るので、ゴミの分別を進めてゴミの量を減らしてほしいという依頼を市民にしたいと、市役所がですね。これはまあ間違って伝えられて、テレビでは間違って伝えられて、いちいちゴミの中を開けますよという報道がなされたんですが、まあ、この報道が間違ったのは、報道の方も悪いといえば悪いし、正しいといえば正しかったんですね。っていうのは、現在の日本のこういう自由な社会ではありえないようなことがゴミ行政だけに行われるんですよ。それはその市民の環境意識を高めるとか言っちゃってですね、本当に上から目線で来るんですよみんなよく分かってるんですよ、そんなことは。だけど、まあ、武士の情けで市役所がサボってることをあまり指摘しないっていうだけのことなんですね。ここでもう一回考えてほしいんですが、もう本当にね、現実をそのまま見てほしいっていうだけのことなんですよ。まず第一にですね、物を大切にしなきゃいけない、こんなの当たり前です。しかし物を大切にするとも限度があって、皆さんもこれを聞きになってる皆さんも市役所の人も思い当たると思うんですけど、車もですね、 10年か15年ぐらい続けてると買い替えるんですよ。もちろん洋服だってそうなんですよ。30年前の洋服着てる人もいますけど、それはちょっとやりすぎって言えばやりすぎなんですよね。それからシーツも使ってりゃ汚くなるんですよ。下着も時々は変えなきゃいけないわけです。それから食料品なんか豊かに食べた方がいいし、美味しいものを食べようとしたら、例えば、安い酒と高い酒とどこが違うかって言ったら、米をどんどん削れば高くなるっていうことですからね。これも無駄なんですね。もう無駄かっていうと非常に難しいわけですよ。ですから、無駄をできるだけしないっていうのも限度があって、自分の人生を豊かにできる範囲であればいいんですね。それはもういいんです。そしたらゴミが出るんですね。平均して出るゴミっていうのはやっぱり買った分だけ出るんですよ。買った分だけは必ずゴミは出ます。ですからお金持ちの方が買う量が多いんで、一般的にはお金持ちの方が捨てる量も多いんですね。これが覆ったらノーベル賞10個ぐらいもらえますからね。そんなことはないんですよですから一時朝日新聞とか環境運動家がですね、ゴミゼロ運動とかそういう嘘の運動をしたわけですよ。これはもう完全に嘘ですからね。だから従ってもう一つの非常に重要なことは、市民はゴミだけは自分で処理することができないんですよ。それは昔はですね、裏庭が広くて裏庭に穴掘って埋めてたらいいけど、そんなことはできないんですから。名古屋市の重要な役割の一つがですね、それはゴミを片付けるっていうことなんですよ。これ全額民間委託にしたっていいと思いますよ。今の名古屋市の市民税をゼロにして、ゴミも交通も市民サービス全部ゼロにするってことを一回やってみると、もしかしたらもっと安く、今の市民税よりか安く民間がやるかもしれません。雇用も増えますしね、いいかもしれません。でもう一つの町、誤解してもらいたくないのが、リサイクルは全部ダメじゃないんですよ。一番重要なのは産業用のリサイクルですよね。例えば工場から出る廃材を有効に利用するとか、それから大量に出てくるいろんなものをですね、循環するというのは非常に重要なんですね。ただ私が言っているリサイクルっていうのは、そういう専門的なリサイクルではなくて、家庭ですね、家庭から出てくるゴミっていうのは、なんちゅうか紙くずだったり、魚の食べ残しだったり、それから今だったら私だったらいろんなそのものを買いますよ。納豆とかね、納豆を買えば納豆の袋は箱はどうするのって言いたくなっちゃうんですよ。ビールのアルミ缶も本当はそうなんです。ペットボトルもそうなんですね。みんな生活に役立つものなんですよ。二度と再びほぼ使えないんですよ。ですからそういうものはやめた方がいいんじゃないかっていうことなんですね。それはね、リサイクルとかそういうこと言わない方がいいんじゃないか。それはもう人間が生活していく上で必要なものですからね。それは昔はね、牛乳
のパックを洗って出せっていう時代があったんですよ。それはね、どうしてそういうことになるかっていうと、私が国の委員会で偉い東大の先生が私に言った言葉ですね。どうせ女と老人は暇だからやらせればいい。その思想がもともとあるんです。市役所にもあるんですよ。市役所の人はリサイクルで仕事をしたら賃金もらうんですよ。ところが家庭の主婦はですね、分別したり一生懸命袋買ってきたり、お金ばっか出費して、労働もしてそれで怒られたりするんですよなんだと。それはね、女と老人は暇だからっていうのがそこにあるんだから、それを僕やめて市民のための市政に踏み切ってほしいんですよ。ってことはどういうことかっていうと、焼却炉だいたいね、今度の名古屋市の焼却ゴミを減らす理由っていうのがもうとんでもない理由なんですよ。焼却炉を建て直すので、その間処理量が減るからね。だから市民に協力を願ってゴミを減らしたい。なんていうこと言うんですかね。だってね、そんなこの商売ってあるんですか一体その自動車会社がね、自動車の工場がをリニューアルしなきゃいけない、その間自動車の生産が減るので皆さん自動車を買わないでくださいなんて言わないですよ絶対。それなんで言わないかっつったら、それはそういうことはもうサービスとしてやっていけないことなんですよ。そのために、まあ環境局長だかなんか廃棄物部長かなんかがいるんですよ。そして定期的な、もちろん更新は必要ですから、その時に定期的な更新の時に市民に迷惑かかないように計画的な焼却炉の建設をやるのが、その環境局の偉い人の役割なんですよ。だから無能だってことですよ。悪いけどね、全然無能だってことですよ。それからもちろん名古屋市は市民の生活が豊かになるように計画してんですから、それは物が増えますよ。だって平均賃金が上がれば必ず物は増えるんですから、廃棄物のゴミは増えるんですからね。減らすことできないんですから、方法がないんですからね。ですから今リサイクルでごまかしてるだけですから、リサイクルをして業者に渡して市役所の役割を減らしてるだけですから。リサイクルしてないってことは誰だって知ってるんですよ。だって売る方に行ってみれば分かりますからね。イオンでも、三越でも高島屋でも行ってみればリサイクル材料なんか使ってませんよ。もし疑問があれば私が市役所の人と一緒に行って、どれがリサイクル材料を使ってて、これは使ってないってことをちゃんと説明しますからですね。それはメーカーの、この前日立がね、3年ぐらい前日立がごまかしましたね。環境マークをもらう、環境対象を取るために、冷蔵庫の材料をリサイクル材料を使ってると偽ってたんですよ。日立がですよ。その時僕ちょうど日立の講演をやるようになってたんだけど、私の講演は取り消されましたよ。それを暴く可能性があるから。だけど正しいことを言う人を罰するっていう社会はいい社会ではないと私は思うんですね。だって暴かれていいじゃないですか。だって自分たちが悪いことしてたんだから。悪いことをしてる時にはその罪の償いをするのが大切なんですよ。だってどんな泥棒でも言うじゃないですか、いや私は監獄に入って罪の償いをしますって言いますよね。だけど大会社の人たちがね、罪の償いを隠蔽するために私の講演をキャンセルするってんだから、1週間前でしたね、キャンセルの私の損害分の支払いなんか全く触れませんよ。その間にもっと悪徳業者も入ってたんですけどね、実はそこまで言いませんが、まあ、いずれにしてもですね、市役所はそういう人と一緒になってほしくないんです。僕は特に名古屋市はね、結構頑張ってやってんですよ。僕中知ってるけど、市長さんもちゃんとしてる、市役所の上の人ってみんな頑張ってますよ。だからこの前の名古屋のね、あの名古屋市交通局ってちょっとひどいんですけどね、金山駅の前の状態を見れば名古屋市交通局がどんなに威張ってるかってよくわかるんですけど、あのとかあんなバスの運転をさせてね、あのバスにほら2人の子供が乗るって言ったら断ったでしょ、バスの運転手が知らん顔したかなんか、そういうことになっちゃいますよ。今度のゴミも僕そうなっちゃうと思うんです。いくらみんなが名古屋市の今の名古屋市みたいに一生懸命働いてもね、金山駅前のバスみたいなことやったら、それは今度のあれがそうですよ、このゴミがそうですね。自分たちの間違いを、僕はあそこ金山駅前で何回か注意したことあるんですよ、バスの運転手に。車がなんか間違って入ってるとプッパーって警笛鳴らしてるから、僕がね、
バスの運転手さんに、警笛は道路交通上によれば危険を回避するときしかダメですよって言うんですよ。だけどね、そういうことやっちゃダメだって僕思うんで、ぜひ名古屋市はですね、ゴミの受け入れを自由にして、全国に先立って市民が安心して生活できるような姿勢に踏み込んでほしいと思います。